マクドナルドに来ました。今日はね、ちょっと食べたいものがあって来たんですけど、あいにくのね、土砂降り天気になってしまいました。それではね、ちょっと注文したいと思います。クリームソーダを一つ。はい。でお願いします。はい。お車でお召し上がりですか？はい。はい。リアカーチェーンです。はい。お願いします。はい。ここはね、商品お渡し口とお会計が一緒になってます。はい。ってことでね、これを買いました。メロンクリームソーダ。メロンつかなかったか。クリームソーダを買いました。ね、ストローを刺しちゃうと、泡が出ちゃうってことなんでね、別にもらいました。はい、蓋をね取ってみました。ぎっちりがっつり入ってますね。この上の蓋を取ったんでちょっと怖い感じです。クリームたっぷりな感じです。それではちょっといただきます。ちょっと怖いんでね、ちょっと蓋を戻しちゃいました。ここからぶっ刺していきます。はい、それではいただきます。基本的にね、メロン味好きなんです。で、特にメロンソーダ好きなんでね、飲んでいきます。うん、甘くて美味しい。甘くて美味しいです。ただね、ちょっと炭酸は弱いですね。クリームがちょっと溶けたのが入って甘くなってるのかもしれません。はい、そしたらね、上のじゃあクリームを食べてみましょう。マックのね、ソフトクリーム食べたことないんです。なんでどんな味なんでしょうね。普通のマックフルーリーとかのバニラと一緒かな。魔力はないね。なんかここら辺の色がちょっと危険な感じです。うん、でも美味しい。今日はね、雨降っちゃってちょっとね、気温が下がってるんですね。なんで暑くはないんですけど、湿気がちょっとあってね、まあ、少し汗ばむぐらいかなって感じなんですけど、でもね、美味しいです。それではちょっといただきます。でも美味しいですね。この緑色もとっても綺麗です。ただね、これジュースは M サイズぐらいあるのかな。結構ね、多いんでね、割とこれだけでもね、お腹がね、まあ、炭酸っていうのもありますけど、お腹がいっぱいになってしまいます。でもこのメロンクリームソーダ、まあ、コーヒーフロートとかコーラフロートとかそういうのもそうですけど、なんか久しぶりに食べました、飲みました。うん、暑かったらもうちょっと美味しいんだろうなと思います。なんでね、今度またね、結構味は良かったんで、あ、値段がね280円かな。美味しかったんでね、まだもうちょっとやると思うんでね、またね、いただきたいと思います。それではね、またバイバイ。